はい、どうもみなさん、こんにちはです。今回もですね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあ、というわけで現在はですね、最強ヘイラッシャーリードが絶賛開催中ということで、今回は恒例のソロで 100% 誰でも安定して勝てる攻略法というのを皆さんに紹介していきたいと思います。ですので、まだ勝てていないという方や、これからどんどん周回していきたいという方は、ぜひ今回の動画を最後までご覧いただきたいと思います。というわけで、まずはですね、今回の最強ヘイラッシャーの判明したステータスをですね、紹介していきたいと思うんですが、このようになっております。はい、なんと水テラスタイプなんですが、天然の特性となっております。夢特性の水のベールの方ではないということに注意してください。まあ、つまりこちらがね、バフを積んでもそれはね、意味がないということになっております。で、技パターンがウェーブタックル一丁上がり地震雪なだれですね。で、さらにそれプラス序盤の方であくびをランダムで1回当ててくると、さらに終盤の方で呪いを1回積んでくるということも判明しております。ではね、今回の攻略ポケモンを紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、タルプルで今回は攻略していきます。この子さえ使えばね、誰でも 100% 安定して倒せますので、ぜひですね、この子を育成してほしいと思います。で、詳しいこのタルップルの入手方法とか、あとは技の覚えさせ方なんかは動画の後半ですね、最後の方に解説していますので、ぜひね、ちょっと始めたばかりであまりわからないという方は後半の方を見ておいていただきたいと思います。ではまずテラスタイプですけども、草テラスタイプですね。で、持ち物は奇跡の種にしておきます。これはね、草タイプの技が 1.2 倍に上がるという持ち物なので、非常におすすめです。で、技構成の方はこちら、リンゴさんとギガドレイン、さらに念のために自己再生を持たせておきますと。で、この3つだけで大丈夫です。で、あとはそれぞれの PP をね、一応最大まで上げておいてください。そして努力値はこちら、特攻と防御ですので、エリゾチウムとブロムヘキシンを26個ずつと、あまりはマックスアップを1個上げます。で、ミントは控えめミントで、個体値をね、全部最大にしておいてください。そして特性はですね、今回熱い脂肪にしておきます。この特性のおかげで相手の雪なだれを半減させることができますので、これは非常に重要な特性となっております。でね、もうここまで育成すれば、あとは立ち回りさえ気をつけていけば、しっかりと勝つことができますので、今から実際ですね、このタルップルを使って最強ヘイラッシャーを倒していきたいと思います。ですので、今からのね、立ち回り解説を参考にしていただきたいと思います。さあ、始まりましたね。ではまず1ターン目ですけども、リンゴさんを当てていきます。このリンゴさんはですね、絶対に相手の特防ね、1段階下げるというような技になっております。で、リンゴさんを1回当てた後はギガドレインをしていきます。でもね、相手がバリアを張ってくるまで永遠とこれの繰り返しになります。リンゴさんを当ててギガドレインを当てるっていうね、この交互の繰り返しで立ち回っていきます。で、あ、はい、このようにね、4分の1の確率ですけども、運悪く今あくびを当てられちゃいましたね。で、この時は眠ったのを確認して回復応援をね、してあげましょう。とりあえずね、まだ今行動できるので、しっかり行動していきます。で、テラスタルのチャージが奪われましたけども、これは関係ないですね。で、まだ眠ってないんで、ギガドレインを当てていきましょう。で、この次にね、間違いなく眠りますので、この眠ったのを確認してからね、しっかり回復応援で状態異常を解いてあげるということでね、すぐ目が覚めます。はい、これで、ね、バリアが張られましたけども、で、デバフ解除もされましたけども、これもね、関係ないです。で、はい、眠りましたね。眠ったら癒しのエールですね。癒しのエールはね、すぐもう眠りから覚めてくれますので、とにかくまあ、眠りにつくまでひたすら行動していくっていうのが大事になります。リンゴさんとギガドレインの交互を繰り返すっていうだけですね。で、こっからですね、テラスタルを切れるようになりますと、で、今ね、 HP がやばいので
リンゴさんよりもギガドレインを優先して攻撃していきましょう。まあ、とにかくね、一回もやられないと倒されないということが一番大事ですので、ギガドレインで HP 管理をしていくというのが大事になります。で、これギガドレインで、まあ、たっぷりとね回復できます。まあ、デバフ解除でリンゴさんのね効果がなくなってますけども、しっかりと回復できますと。で、相手がバリアを張ってからはですね、割と不安定なパターンがありますので、とにかくねこっちの HP が満タンになるまでね、しっかりまずはギガドレインで回復してあげると。で、 HP に余裕ができたらリンゴさんですね、で相手の特防を下げてあげます。で、一応ですね基準としては、あ、今ねまたこのようにめちゃめちゃ削られましたので、こういう時はもうねためらわずにギガドレインをどんどん当てていきますと。で、大体ねリンゴさんは3回ね打てば大丈夫です。あのバリアを張られてからですね、バリア張られて、で相手にデバフ解除された後ですね、リンゴさんを合計3回当てて特防ランクを3段階ぐらいね下げれば、もうそれ以上はねリンゴさんはやる必要はないです。もう特防ランク4段階5段階下げようと思って頑張ってる時間が、まあ、もったいないので、リンゴさんは最大でも3回だけで大丈夫です。おっと、ここで呪いが来ましたね。呪いが来てしまうとなかなかね相手攻撃力がすごい上がってしまうんで、こっからはこれ、ね、ギガドレインメインでいいと思います。特に2回コードねやってき始めると、もうリンゴさんを当てていく暇はないので、もう呪いをしてきて2回コードを始められたらすぐにねもうギガドレインオンリーにシフトしましょう。あ、もう2回コード始まりましたね。ウェーブタックルの後で一丁上がりしてきたので、もうこっからねウェーブタックル2回連続とか下手しやってくるので、こっからはもうリンゴさんとかやってる暇はないです。こっちはね2回行動できないんで、ひたすらギガドレインで耐えながら攻撃していくといった感じになります。まあ、結構今回ねちょっとタイミングが悪くて、いつもであればリンゴさんだいたい2回から3回ぐらい当てる暇があるんですけど もう早くもね2回行動、呪いと2回行動ね始まってしまったので、まあでもねこんぐらいタイミングが悪い時でもしっかり勝てるっていうのが証明できると思うんでね、まあ、安心してこのタルプルを使いますね。はい、でもうすぐバリア割れますね。はい、ウェーブタックル、これ結構痛いですねやっぱり。お、こっちは外れたかな、多分運よく外してくれたのかな、ちょっと分からんけど、たまにねなんか3回行動みたいなモーションするんでややこしいんですけどね。あ、やっぱこれですね、3回行動のモーションですね。ただバグで1回分の攻撃は当たってないっていうね謎のバグですけども、まあこれでも全然大丈夫です。はい、しっかりと回復していくと。これね最も時間的に余裕のあるときはもう半分ぐらいね時間残して勝てるんですけども、まあ、こういったね割と厄介なケースですね、もうあくびも当てられるし、でなおかつ2回行動と呪いが早い段階でされてしまうということも、まあ、たまにあるので、まあ、ただしタルップルだとそういう時でもしっかりと勝てますよといった感じですね。であと多分1、2発ぐらいで倒せるんじゃないかなと。あ、今味方のサーナイトのおかげで回復しましたけども、まあいらないですね、全然それがなくても勝てます。正直まあギガドレイン打つとほぼ全回復して、でそっから2回攻撃でスレスレまで削られるっていう展開が一生続くので、まあ、正直味方に回復役がいてもいなくても変わらないと、そんな感じですね。
はい、もう多分あと一発で倒せると思います。今回はねリンゴさん1回しかねデバフ解除の後で当てられなかったんで、なかなかダメージ効率が上がりませんでしたけども、それでも、まあ、しっかり勝てますよということは証明できたと思います。でもちろんね味方に威嚇持ちとかも一体もいなくてもね倒せるということもお見せできたと思うので、安心してねこちらの攻略法を使っていただければと思います。で、今回もですねこんな感じで秘伝スパイスが全種類ドロップしてくれますと。でテラピースも30個以上は手に入りますので、まあ、ぜひねスパイス周回なんかをしたい人もこちらの周回方法を試してみてください。さあというわけでタルプルを使ったね立ち回り解説をしてきたわけですけども、こっからですねこのタルプルの詳しい育成方法とか入手方法なんかをね初心者の方向けに細かく解説していきたいというふうに思います。ではですねまずこのタルプルを用意する前にですね、こちらテーブルシティですねのデリバードポーチですね、この辺りにあるんですけども、ここにこのデリバードポーチがあるんで、ここでね2つ買い物をしましょう。まずですねこちら甘いリンゴがありますので、これを1つ買いますと、あこれねもうすでに1個持ってる方は買わなくても大丈夫です。であともう1個この道具売り場でこちら奇跡の種ね、こちら売ってるので、こちらも1個だけね買っておきます。これも、もうもしね1個以上持ってる方は買わなくても大丈夫です。はい、で次はこちら、チャンプルタウンですね。この辺りからずっと北の方に行って、ここですね、もうここにね果実中のマークが見えてると思うんですけど、この辺りに果実中が湧くので捕まえますと。ただしね果実中はこの木の上にしか湧かないので、なかなかねちょっと湧きづらいと見つかりにくいというのがありますので、おすすめとしてはこの辺りでねピクニック開いてドラゴンタイプの遭遇パワーをねつけると、サンドイッチでねつけるというのがおすすめです。はい、例えばこれねハンバーグサンドがドラゴンタイプの遭遇パワーレベル1つけれますので、これを作りましょうか。はい、でこれ遭遇パワードラゴンレベル1がついたのでピクニックやめて、でこの辺りの木ですね、この大きな木がね5、6本並んでると思うんですけど、これ全ての木にねこのライドした状態でこうダッシュして体当たり押していくと、まあ、果実がねたまに落ちてくれます。こんな感じでドーンってねこういうところに体当たりしていくと、でこれでもね落ちない時がありますので、そういう時はねもう一回ピクニックを開いて、まあいわゆるピクニックリセットですね、押して湧いてもらうようにしますと。はい、すぐにピクニックをやめて、でまたここら辺うろうろしながらドーンドーンってね体当たりしていきますと。おっ、あ、落ちた落ちた落ちましたね、カジッチュ。なんかもう一個落ちたな、これは。あ、闇カラスか。カジッチュね、しっかり落ちたのでこの子を捕まえましょう。あれこれね、適当に何でもいいのでボールで捕まえて、でこの捕まえたカジッチュに先ほど買った甘いリンゴですね、これをあげると、はい、このようにねタルップルに進化してくれます。でこの子ね、とりあえずレベル100にしましょうか。はい、レベル100にしましたと。で一応ね努力値ももう上げときましょうかね。今回は特攻なのでリゾチウム26個と、で防御なのでブロムヘキシンを26個、で最後マックスアップを1個ですね。はい、こんな感じで、で、テラスタイプね確認しておきましょう。これもしねドラゴンテラスだった時はここはチャンプルタウンですぐにねテラスタイプを変えてもらいましょう。であと持ち物も先ほど買った奇跡の種ね、持たせてあげましょう。じゃあ次技ね覚えさせましょうか。とりあえずねナチュラルでリンゴさんとあと自己再生をねそのまま覚えますので、ここからね思い出させてあげましょう。でギガドレインだけは技マシンでね覚えさせないといけないので、しっかりねこの技マシンマシンなどから作って覚えさせると、こちらですね111番を作ってこれで覚えさせますと。で技の順番を整頓して、であとはいらない技をもう忘れてさせてあげましょうか。はい、こんな感じで、で あとミントですね、ミント上げてなかったので
ミントもあげます。これね、今回は控えめミントをあげましょう。で、特性ですよ、これも大事です。今ね、熟成になってるんで、これだとやられてしまいます。ですので、こちらをですね、この特性パッチで変えてあげると、はい、これね、熱い脂肪になりました。で、技の PP も上げておかないといけないので、しっかりね、まあリンゴさんは今回結局上げなくてもいいですけども、まあ、ギガドレインなんかをねしっかり上げておきましょう。はい、で最後はこちら、フリッチタウンでね、しっかり個体値を上げてあげると、これね、まあ金の王冠でも銀の王冠でも適当でいいんですけども、しっかりとね個体値をマックスに上げるということを忘れないであげてください。で、もうここまで終われば 100% 完成ですね。はい、もうこれで絶対ね安定して最強のヘイラッシャーを倒せるようになるというタルプルが完成しますので、まあぜひですね、ここまで終わったら、あとはね、僕が解説している立ち回りを参考にしてみたら勝てると思います。というわけで、今回も解説動画としてね、いろいろ攻略法とか育成方法までしっかり紹介してきたわけですけども、まあぜひね、この動画を見て皆さんたっぷりと周回しちゃってくださいということで、今回の動画はね、これで終わりたいと思います。またね、有力な攻略情報とか、あとは最新のイベント情報や配布情報があればね、すぐに動画で紹介していきたいと思いますので、ポケモン好きな方はね、今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。そしてね、もしこの動画が良ければ高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひね、そちらについてもよろしくお願いしますと。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、バイバイ。I knew that you were the type that would make me wanna die, me wanna die, oh. After just one look in your eye, you had me up in the air, swear I'd do it.